はい、皆さんこんにちは、アイチェルです。今回は今大人気、話題沸騰中のカズパマレイはという波動機器のご紹介をさせていただきます。これ本当にすごい人気でして、もう我が IHM としましては、本当にこの波動の時代が本格的に一般化してきたなという、そういう手応えを感じさせてくれる、機器であります。はい。で、まあ、これが何をしてくれるかと申しますと、自分がご自身が持っている悩みの解決を、まあ、ある一つの目的として、その目的に沿った波動測定をパーソナル、その方自身の波動を測定して、でその測定したものから調和を取り戻すように、本来の状態へと戻す修正波動を割り出します。でそれをお水ですとか、ヒーリングですとか、そういったような形で使える機器です。でこちらのカズパマレイはには35のメニューが用意されています。でその中には、例えば目が疲れたら視力を、調整するもの、例えば他にはアレルギーですよね、今のこの時期、はい、アレルギーというのもあります。でよく眠れない場合は安眠とか、金運、子宝、消化器系なんかもありますね。そのようなメニューが35入っています。でこのカズパマレイはには、その35の中に新規に5つの新しい、修正波動、波動コードが、採用されています。それはどういうものかと言いますと、世界平和、人間関係、転職、電磁波対策、そして気になる感染症対策、これが新しく加わりました。でまあ、どのような感じでやるのかといいますと、例えば安眠を、まあ、選んだ場合は、眠れない原因をとなる、まあ、波動を割り出してですね、でよく眠れるように波動を調整する、そのような考え方ができるかと思います。でこちらの方を開発されたのは吉野内誠一郎先生といいまして、IHM の生みの親、江本勝の弟子でございます。で、吉野先生は珍しい国産のですね、波動機器でカズパマシリーズというものを開発されました。もうそうですね、20年ぐらい経つんでしょうか。その機器もいろんなそのレベルがありまして、上位機器から今回のそのカズパマレイはのようなエントリーモデル、それまでそれぞれ段階に応じたカズパマシリーズの機器があります。で、まあ、今回はこのカズパマレイはなんですけれども、こちらの方の最大の特徴は PC、 コンピューターがいらない、不要であること。今までのシリーズのものは全てコンピューターが必要でした。で、まあ、最上機種になりますと、まあ、マニュアル機器ですけども、データを見たりとかするときにもやっぱりコンピューターを見るので、またコンピューターを使わないっていうものはなかったんですけども、こちらの方が初の PC 不要で、使い方が簡単で、さらにメニューを選ぶだけで、目的に沿った測定と転写もしくはヒーリングができるというものになっています。でこういうようなものですので、気軽に持ち歩きますし、お家のところでね、移動して使えますし、外出時も当然使える。で例えばそうですね、ご家族の入院先とかで、大切な方のケアに使ったりとか、そういったことにも楽々できてしまいます。で秀逸なのは、相手が離れた場所にいてもヒーリングという形で波動修正ができるんです。遠隔ヒーリングと言いますけれども、そのように、目的に応じて対応ができる、こんな小さいですけども結構、まあ、軽いんですよね。なんですけども非常に、まあ、
エントリーモデルとしては非常にレベルの高い内容になっています。でセラピーの方法というのは先ほど申しましたように転写をします。まずこれはお水などに、修正波動を記憶させる、そのようなやり方です。こちらの方にこう載せて、転写するんですけれども、これが、4分のショートのモードと、20分のロングのモードに分かれています。でもう一つはヒーリングです。それは時間は任意で決められるといいますか、ずっとその止めない限り、中止しない限り、ずっとそのヒーリングが行われるような形のモードがあります。で遠隔ヒーリングなんかは例えばお相手がご就寝時にずっと寝てる間ずっとできるわけですよね。でそのような形の使い方ができますので、非常に便利です。でこのカズタマシリーズ、もしくはこのカズタマレイワが他のいろんな波動機器があるかと思うんですけども、最大の違いは何かと言いますと、開発された吉野内先生が根本勝が、切り開いた、会長が切り開いたMRA コードという、波動コードを使って周波数を持った5桁の数字の、コードなんですけども、そちらをより効果が出るように探求をした末に行き着いた、理論というのがございまして、それが、カズタマ理論というものです。でカズタマ理論というのは古神道の考え方で、言霊というのがあるように数にも魂、霊的なエネルギーが宿っているという考え方です。でかつてユングが言いました、数字というのは宇宙の、構成しているもののアーキタイプ、原型を表現したものである。つまり数字は宇宙の法則を表しているんだというようなことですよね。でそれを古神道の考え方にも同じようなものがあって、宇宙の調和を導く法則が反映したプログラムシステムを活用して測定と転写、ヒーリングを行っています。どういうことかと言いますと、ある測定対象があるとして、問題があるとして、その原因を探ってそれを、調和を取る、ヒーリングするわけなんですけども、通常の場合、例えば一つの問題に対して一つの答え、原因、もしくは一つに対して、いくつかの原因というふうなことで、図式ができるかと思うんですけども、このカズタマの法則を応用しますと、原因と考えられているものの、さらなる裏に隠れている原因が分かり、で関連するあらゆる要素を次元を超えて立体的に横断しながら相互補完的に修正波動のグループを構築することができるんですね。そうすることで最適なセラピーが行えるというような考え方がこちらに反映しています。ですので、実際のそのいわゆる転写をしたり、お水に転写をしたりヒーリングしたりするときの波動コードの数というか、修正波動の数というのは10とか20とか100とかじゃないんですよ。1000、何千という数になります。それだけのものが短時間で割り出され、短時間でセラピーできる、そういう機器になっています。でこちらの方なんですけども、よいしょ、こちらの方のこのエヴァマークって言いますが、こちらの方で測定と転写をするエリアになります。で下の方はいわゆるオペレーションエリアということになりますね。ボタンが3つついています。カズタマ理論等々につきまして、詳しい部分につきましては、吉野先生がこのような形でカズタマの法則という本を出していますので、ご興味のある方は、こちらの方をお取り寄せご協力ください。